久保さん闇金にしましまょうか闇金ですよ。もう闇金といえば、この話からもうもう闇金といえば闇金ドックスですよね。闇金ドックス5だったかな。いやあ、あれはね、衝撃的なあの結末でしたけどね。最後、おにぎり食ってね、あの母ちゃんと一緒にこう海にこう行くっていうね。あれなんか実話なのかなちょっとわかんないですけど。 あれはね衝撃的でしたね結構もうセンセーショナルというかうんでもそのお金があったらああにはならないわけですよねうんだからお金っていうのは本当にその自分をこう守る上でもすげえ大事精神的な部分を守る上でも大事だし表面的な経済的なところを守る上でも大事だしあのいろんな要素があるんですよね だけどお金に溺れちゃいけないんですけどお金をうまく使うというかお金に対してうまく向き合っていくっていうことをすればお金っていうのは武器にもなるし盾にもなるってことなんですよだけどお金に溺れちゃうとちょっと違う方向行っちゃうんでそれはダメなんですけどもだからうまくお金を盾に使えるうまくお金を使あの武器にして使えるっていうふうにすると実はお金っていうのは、えー、豊かさを運んできてくれるいろんな部分で うん、だけどお金に溺れてしまうとお金でお金に沈んで死んでしまうっていうねこれちょっと難しいっすよねだから僕もいろいろお金の稼ぎ方を勉強してきお金について勉強してきたんですけど結局そのお金をどう使うかが難しいしあとお金をどう使って守るかも難しいんですよだからお金を稼ぐより難しいんですよ実は 実は、ね、で多くの人はお金を稼ぐことが難しいと思ってるんだけども本当はお金の使い方とお金を使って守るっていうこの攻めと防御の使い方お金を使って攻めと防御のこの使い方っていうのが非常に難しいんですねだってお金を稼ぐっていうのは別に勉強してやれば稼げるんですよでもその後使い方っていうのはこうね自分の感情とかそれをコントロールしていかなかったりとかいけないしいろんな知識も必要だったりするので ま,あまた難しいで、すねこれもこれでうんでキングコング西野さんが言ってたのが、最近ね、お金と夢みたいな本、キングコングの西野さんが出されたんですけど、それのなんか、子供向けにこう話してるなんか動画がありまして、そもそもお金使わないのに、お金を使える、うまくなれんのかみたいなね。使ってないのにうまくなれますっていう話で。 だからお金もいろいろ使っていかないとその使い方をうまくならないよねっていう。だからその使い方が難しい理由としてはほとんどの人がなぜ使い方が難しいのかほとんどの人は貯金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 ずっと使わないわけですよ。使うことは搾取されるとかね使うことはあんま良くない貯金が正義みたいな、まあ、日本の文化もありますんでってなると使わないから練習できないんですよね。だからうまくならないんですよ。でも使うためにはお金、使えるだけのお金を稼がないといけないし そうでも貯金することが守るっていうことにもなイコールではないんですよね昔と今は違いますから昔は貯金するっていうことが、まあ、す直近でまたアメリカで銀行破綻なんか銀行,で銀行破綻したっぽいですよね <laughs> であのまあその銀行に預けてもお金増えないですから守ってるようで守られてないみたいなねうん <laughs> だからそこに対してもどうその考えてどういうことをやっていかないといけないのかっていうのも大事ですね。うん。そう。だからその南の帝王ですよ。まあ闇金ドッグもそうですし、南の帝王もそうですよ。ね、お金がないばっかりにね、社長さんがね、僕はもうあれ見ててね、わか気持ちわかりますよ。社長、今月の給料どうしてくれんねんみたいな。社長、もう限界ですと。家族いるんです。待ってくれ。待ってくれ。 なんとかそうマンダハーンみたいなね。マンダハーなんとか1000万。従業員の生活もあるんですマンダハーンみたいな。で、これうまくいけばなんとかなるんです。おい、1000万や。みたいなね。<laughs> 兄貴いいんすかみたいな。いいんすか兄貴みたいな、ね。<laughs> 山本さん <laughs>。1000万や。みたいなね。アマンダさん、ありがとうございます。みたいな。で、騙されるみたいなね。 いやあれね僕すごい好きっす、ね、うんなんかあのでもすごく好き,好きだしリアルだなっていうとこですよね。うんいってらっしゃい。